野球界には栄光と共に闇も存在する。その闇の中で、今回浮上したのは大谷翔平投手の通訳を務める水原一平氏の疑惑である。米国メディアが一斉に報じたところによれば、彼は巨額の金を搾取し、違法賭博の家中に身を投じたというのだ。我々はその真相を探るため、事件の背後にある生々しいメッセージを読み解く。 2021年9月水原氏はギャンブルの堂元と手を組み賭博の道を歩み始めたしかしその後2年以上にわたり彼は総額4,067万8,436ドル約62億3,320万円物損失を出す彼の欲望は止まることを知らず限度額の拡張を求めるテキストメッセージを堂元に送り続けた 2022年11月14日彼は「スポーツ賭博が下手すぎるようだね笑い限度額また広げられない」「知っての通り返済しないことを心配する必要はないよ」と軽々しく述べるしかし堂本との関係は急変する2023年11月17日堂本は水原氏に対し 脅迫じみたメッセージを送信する。道元は、なぜ電話に出ない、私はニューポート、ビーチにいる。大谷が、犬の散歩をしているのを見た。返事をよこさないから、どうすれば君と連絡が取れるか彼に直接聞くぞ、すぐに電話してくれ、と非常な言葉を投げかける。記事では、 道元が大谷と接触した事実はなかったと報じられている。事件は波紋を広げ、2024年3月20日には大谷の口座から違法賭博の道元に送金されたという衝撃の報道が流れる。この報道に際し、水原氏は道元に報道を見たか確認するメッセージを送信。道元は、見た。でもこんなのでっち上げだ。 もちろん、君は彼、大谷、から盗んでいない。これが、かばうためだということは完全理解しているよ、と返信したが、水原氏は、厳密に言うと、僕は彼、大谷、から盗んだんだ。もう、すべて終わりだ、と観念した内容を送信したという。水原氏の行動は、野球界に暗い影を落とした。 彼の欲望と不正行為は信頼と誠実さを重んじるスポーツの精神に背くものだったこの出来事は我々に闇の中で逸脱することなく真摯にスポーツを楽しむ姿勢の大切さを再確認させる大谷翔平投手のような素晴らしい選手たちが精錬潔白な環境で活躍できるよう野球界は改めて自らを顧みる必要があるだろう